はい、今回のてるき塾はどうしたら幸せに生きられるかっていう話、もうめっちゃ簡単な方法なんでみんなにやってほしいなと思ってるんですけども、僕がいつも僕本当幸せだな幸せだなって言ってるのは本当に幸せだからなんですけども、そういうことなんです。どういうことかっていうと、めっちゃ簡単です。幸せだって思うことなんです。自分が幸せだって思えばもう幸せになるんです。幸せだって。例えば不幸な人は自分は不幸だって思うから不幸になるんですよ。だからそうじゃないですか。自分不幸だなと思ったら不幸じゃないですか。自分幸せだなと思ったら幸せじゃないですか。まあ、極論言うと、例えば僕離婚しましたけど、離婚って大体ネガティブなイメージじゃないですか。で、離婚したっていうのはそれだけなんですよ。ただ離婚したっていう事実だけなんですよ。離婚したから不幸だっていうわけじゃないじゃないですか。離婚したからこの先不安だとか離婚したから辛いだっていうのは自分でそれ味付けしちゃってるだけなんで、もう離婚したっていうだけ見たら離婚しただけなんですよ。別れただけなんですよ。わかります？そこで離婚したから幸せだなと思ったら幸せになるじゃないですか。いやいやならないっていう人もいるかもしれないですけど、これなるんですよ。なるんじゃなんでなるかっていうと、離婚して幸せだなと思ってなんで幸せなんだろうっていうのをやっぱ考えるじゃないですか。脳が自然に考えるんですよ。極論を言うと。だから離婚したら幸せなこととか考えてください。あ、今までできなかったことができることになるとか、まあ、あんま言うとあれですけど、だからね、結婚してたからできなかったことが離婚したらできるようになるっていうポジティブな見方もできるじゃないですか。それもちろん、今まで結婚して幸せだったのが幸せじゃなくなったとかあるかもしれないですけれども、それは色付けするんで、もう自分次第じゃないですか。離婚ということに関して幸せだって色付けするか、不幸だっていう味付けするか、もう色付けでも味付けでもどっちもいいですけど、自分次第なんですよ。だから別に将来が不安だとかもこの先どうしようってまだ起きてないことに対して自ら不安をつかみに行って、その結果ちょっとなんかねそわそわしたり精神的にちょっとね内部になったりとか不幸だなみたいな、そっち行っちゃうんですよ。だから、まあ、そんな風に思わず、もう一番簡単なのは、冒頭言いましたけども、幸せだなって、本当に幸せだな、今日も幸せだなってもう思い込むことですね。だからテレビとかみんな洗脳されてるじゃないですか。だから自分で自分のことを幸せだなとか、嬉しいな、楽しいなとか、幸せに思い込むと、本当に幸せになるし、もし幸せじゃない環境だったら、幸せなところを見つけに行くんですね。自分の体の心が。で、幸せになっていくんですよ。でもこれが、辛いな、不幸だな、なんで私だけとか、なんで俺だけとかなると、不幸なところをどんどん見つけていくから、どんどん不幸になっていくんですよ。わかります？最小限の不幸なところから、もう本当辛いな、なんでこんな辛いんだろう、もうしんどい苦しい、しんどい苦しいって自分で言ってたら、本当自分でしんどい苦しい、しんどい苦しいってなって、あんまだから言霊言わない方がいいですよ。僕しょうがないから言ってますけど、そういうのを探していくんですよね、しんどい苦しいところで。そしたらしんどい苦しいことなんて人間たくさんあるんで、もうどんどん拾ってくるんですね、しんどい苦しい、辛いみたいなこと、どんどん拾ってくるんですよ。で、どんどん苦しくなってくる、そういう不幸になってくる、悪循環になってくるんですよ。なので、大抵幸せなこととかいいことって少数だったりするじゃないですか。だからそこをキャッチしていく、波動を合わせるとか周波数合わせるとかは言うかもしれないですけど、そういうのを見つけるっていうか、嗅覚で見つける、何でもいいんですけど、その人の、ね、感じで、そうするとここになんか美味しい話があるなとか、これ自分好きだなとか、これ嬉しいなとか、そういうところを見ていくと、そういう自分にとって好ましいものが見えてくるんですよ。で、どっちを見るかなんですよ。幸せな方を見るか、不幸な方を見るかで、人の人生変わってくるんですよ。もう、それだけなんですよ、たったそれだけなんですよ。だから、辛い時こそ、幸せだな、なんて幸せなんだ、もう本当に幸せだなとか、もう自分でも言いまくってたら、なんで幸せなんだろうとか思って、じゃあなんで幸せなところを探していきましょう、本当に。それだけ、だから、僕だってありますよ。僕だってめちゃくちゃある。めちゃくちゃあるっていうか、別れて、こうすればよかったな、すればよかったな、ああだこうだとか、会いたいなとか、何してんのかなとか、もういろいろ出てきますよ。そんな考えたらいろいろ出てきますよ。いろいろ出てきちゃいます。もっとああすればよかった、こうすればよかったとかも、ね、離婚だけじゃなくて人生においてああすればよかった、こうすればよかった、なんであの時こうだったんだ、こうすればよかった、もうたくさん、もうそこ掘ったらたくさん出てきて、もうそこはもう、もう消去してる部分なんですよ。消去してる部分をわざわざ戻してる状態になっちゃうわけなんですよ。部屋、片付けた部屋はね。だからそれはもう、出さない。出しちゃうと、もう、自分の心が余裕があって、本当に幸せだっていう時に、ちょっと整理しようと思って出すにはいいと思うけど、いやもう本当に自分がしんどい、辛いっていう時に、そこ掘り下げちゃったら良くないと思うんですね。その時はもう幸せだ、幸せだの方向、ひたすら部屋をきれいにしていくような状態。で、なんかもう、汚いものはとにかくゴミ箱捨てて、捨てるみたいな、そういう感じでいいと思うんですよ。だからもう本当ね、辛いこと、苦しいことあったら、もうとにかくもうゴミ箱に捨ててって、もう幸せだな、みたいなことを考えていくことが大事かなと思います。はい。ということでね、何かの参考になれば幸いです。いつもご視聴ありがとうございます。感謝です。本当にね、気持ちっていうか、本当、今この瞬間に、今こことか言ったり、中今とか言ったりすると思うんですけど、今この瞬間に集中してほしいんですね。この瞬間。この先のことをもし考えるのであればポジティブに考えて、ネガティブに考えないでほしいんですね。今この瞬間を感じる、幸せだなって感じることで、今を生きれてるんですよね。そうするとやっぱ直感とかも上がるし、高まるし、でその直感によって、何したらいいかな、何が楽しいかなって出てくるんですよ。それで今この瞬間を楽しまないと、享受しないと出てこないんですよね。今この瞬間生きてるのに、過去のこと考えたら、未来の不安のこと考えてたら、そっちに引っ張られちゃうんですよ。だからもし考えたらポジティブなことを考えた方がいいと思うんですね。本当に。今をこう楽しんでほしいんですね。楽しむっていうか、今を一生懸命生きてほしいんですね。自分の今やるべきことをやってほしいと思ってます。はい、ということで、皆様愛してます。本当に何か、本当にだから、もうとにかくポジティブにね、本当に幸せだっていう気持ちで生きてほしいなと思います。そうしないと本当に引っ張られるんで、ダークサイドに引っ張られるんで、はい、ダークサイドに引っ張られそうになったら本当に、切り替えるっていうか、大変かと思うんですけども、幸せだ、幸せだっていうふうに思ってほしいです。本当にね、これだから言うだけでも効果あるんですよ。アファーメーションといって、本当幸せだなとか、ついてるとか、楽しい、嬉しいとか、僕愛してますとか、ありがとうございますとか言ってるじゃないですか。で許しますとかも聞くんですよ。許しますとか。許しますとか、許してくださいでも何でもいいんですけど、自分にとってこれ聞くなっていうものを言っていくことが大事だと思うんですね。はい、毎日言ってください、毎日。まずそこから大事だと思うんで。まずは。そこから上がったらまた、次のステージってあると思うんですけど。はい。ということで、以上です。何かの参考になれば幸いです。皆様、いつもありがとうございます。感謝です。愛してます。